はい、ロードの DCS-1 っていう、このコールド種が2つついたパーツが届きました。発売されたばっかりみたい。今回ロードから発売されたものは、これとマイクをね、左右に振り分ける、ケーブル、今使っちゃってるけどね、まさに。その2種類がワイヤレス GO 用なのかな。ワイヤレス GO に最適というか使いやすくするためのパーツなのかな、これは。切れません。という2種類が発売になりました。はい。コールド種になっていて、つけてみようか。コールド種にセットして、で、その上にマイクがつけられますよと。こういう使い方ですね。はい。で、さらにそのケーブル、今も使ってるから映像に映しにくいんだけど、これ SC11 という、こういうケーブルなんで、カメラ側とマイク2つに分岐できて、左右に振り分けて録音するやつね。それをつけるということですね。なんか思ったより小さくてシンプルですね。あとね、ケーブルマネジメントがついていて、このマイクにつけたこのケーブルね、このケーブルをここに止めることができる溝がついてるんですよね。こういうふうに回せたりするっていうことかな。さあ、ロードのこれを取り付けてみましょう。このコード種2つマウントするパーツと、2つのマイクを1つにしてデジカメに収録する、レフトライトに収録するためのコード、これを一緒にセッティングしてみましょう。まず、コード収納に、マイクの一つ目のマイクをつけて、こんな感じね。で、次に、ワイヤレス GO。これをつけて、電池切っとこう。はい。そして、これを、まあ、黒が右だか左だかって決まってるみたいだけどね。ここに2つつけてあげて、こうですね。これ外出ちゃうね。逆向きの方がいいか。こっち向きの方が。こうね。そうすれば、このケーブルが邪魔にならない。はい。こういうふうにしておいて、ここの2本分かれてるところ、束ねてるこのゴムの部分がちょうどここに合うんですよ。ここの溝にね。
なのでここ、こっちか、こっち通してみようか。ここにぴったりはまるようになっていて、ほら、かっちりと、すごいね。そしてこれをカメラに装着。カメラに装着して、でこのねケーブルも針金みたいにちょっと硬いんですよね。針金みたいな感じだから、ここをね調整することで、これ硬いからね形は成形しやすいんですよね。でうまく収めると、なかなかいいですね。使いやすいですね。ケーブルが取り扱いしやすくなります。はい、ということでした。どうでしょうね。最終的に縦につけてみました。こんな感じね。横だとなんか仰々しくなってしまったということ、全体像で言うとこんな感じかな。仰々しくないようにするためにはこの横の方は都合いいかなと。それでケーブルはここにちゃんと通せるようになっていて、この針金っぽい感じね。で前にワイヤレス号ね、そうするとあんまり前に飛び出さないからね。そんでピンマイクじゃなくてワイヤレス号のマイクを使うと。これでちょっと試してみようかな。なんかいい感じだ、音はいい感じで。その時 D4 デュオのモードはシングルモードね、前方だけ撮るモードにして、でさらにそれを自分の方向けた方がいいような気もするけどね。まあ一緒か、これで撮るからどっちでも。結局ロードのワイヤレス号のこのモフモフは簡単に外れてしまいますね。どうにもならない。なので対策としてこの子供用の髪の毛のゴムを2本、これをこうして、まあこう輪っか2つに作って、でこの塊のところだね、玉結びになってるところをここで押さえ、このてっぺんねで押さえて、うまくつんないね、こう押さえて、こう輪ゴムがこっちへ出てる状態で、でこれをここに引っ掛けると、ここにまあこれで止めとくしかないかな。こうね、こうすればなんとか固定はできる、うん、まあちょっとしばらくこれでいってみようかな。解決策でした。